こんにちは、ゆずきです。アロハー、ゆずチャンネル。今日は熱中症対策にぴったりな飲み物を紹介していきたいと思います。最近すごい暑いじゃないですか。材料がデレン菌のラムネボトルを買ってきました。塩とレモン汁と蜂蜜、デレン、これですね。紹介するものはお家で、まあお家カフェじゃないんですけど、それで熱中症対策にできるおしゃんなお飲み物を今から作っていきたいと思います。ゆずチャンネル。はい、では用意したのはこちらですね。こちらのボトル、ちょっとおしゃんな瓶みたいな、瓶的なものなんですけど、これも100均のダイソーで買いました。これにまず蜂蜜を入れていきます。まずこの瓶に蜂蜜をバーって入れます。まあ、蜂蜜はなんか喉にいいとかよく言われてるけど、はい、こんな感じですね。蜂蜜入りました。ちょっちょっちょっ3プッシュぐらい入れます。小さじ1杯ぐらいですね。ちゃんちゃんちゃん、このぐらい入れました。混ぜます。感じかな。分ぐらいまで入れてきます。ルン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 、こんぐらいですね。こんな感じで入れました。シュワーッシュワー言ってる。すっごい。ここの縁にお水をつけて、さらに上からお塩をつけます。ちょっと手順を間違えてしまったんですけど、今実践してみます。できました。でねーん、こうやってね、あの縁につけるとちょっとカフェ感が出るということで、できました。こんな感じです。はい、できました。ガスの縁に塩がついてるので、ちょっとしょっぱいかなって思うんですけど、まあ飲んでみなきゃわかんないので、ちょっと楽しみに飲んでみたいと思います。うんうん、全然美味しく飲める。美味しい。しょっぱいかなと思ったんですけど、蜂蜜の味が後から来るので、全然しょっぱさがないですね。美味しい。あの蜂蜜レモンってまあ代表的だと思うんですけど、蜂蜜レモンの甘さ、その蜂蜜をちょっと多く入れることで、あとプラスラムネの味がするので、全然しょっぱくないし、むしろちょうどいいしょっぱさって、甘じょっぱさって言って、熱中症ってやっぱり塩分がないと倒れちゃうので、こうやってあのなんて言うんだろう、その対策予防としての飲み物がすごい大事だと思うし、すごいいいと思う。簡単に作れるので、ぜひ皆さん作ってみてください。ゆずチャンネル、今日もご視聴ありがとうございます。少しでもいいねと思ったら高評価お願いします。また何かリクエストとか、今後こうしてほしいなっていうものがあったらコメントお願いします。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。